お邪魔します。これは機械式 LSD は入ってます？入ってないです。 LSD は入ってないんだ。っていうかこれシートがスライドしないし、なんかいろいろ大変ですねこの車。じゃあ行きます。サイドは効きます？感じです。足が届かない。車は普通にできるけどシートが動かないのは厳しい。スピンしちゃうってことは多分踏みすぎてんだろうな。だから1でドリフトしてるじゃないですか、はい、でドリフトして横 G がかかってる時に2速に入れてあげるといいんですよね。1でドリフトしててまっすぐ進んでる時にシフトアップすると結構ドリフトが止まっちゃうんで、横 G がかかってる時でかつ6000回転とか7000付近まで行ってる時に2に入れてあげると、まあそのままシフトアップしながらやりやすいですね。2速のままはきつい。2速のままドリフトするのはきついですね。コーナーの R と大きさと車速によって適切なギアがあるから、だからさっきも1212って使って走ってたじゃない。バカクラチケットだし、うん、難しいんでちょっと分かんないこと。いや難しいというよりはシートがちゃんと動くようにしようよ。あとシートベルト、どっちかというとそっちだよ。ロールパン入れちゃったから。うん、干渉して出ないんだったらこういうとこ削るなりさ、うん、そうっすよ。はい、ありがとうございます。はい。